ってセーブセーブまだやってるよね。ワンスタンファイル、ここがさっき出たって間違えました曲をスタート舞い上がっております。じゃあ言います。あ、特にシャッターチャンスではないです。言います。だからシャッターチャンスを作ります。スタートします。それでは皆様、お集まりありがとうございます。ちょっと一歩切り
ど、スタートから集まっていた今日の皆さん、意外と細かい芸好きですか？枝豆も好きだったもんね。細かい芸好きだよって方、拍手もらっていいですか？ですよね。もう一回細かい芸からメインジャンケンに入りましょう。じゃあこれ今日はね、3回終わるんですけど、3回と若干内容が違う予定なんですが、1回目は好き勝手やろうと決めてきたんで、音楽いいやん。てか今高橋さんがいい演奏してくれてるから、いきます。
で、その後ゴールデンウィーク1曲やって決めてくる。そういう感じでいいですか？大丈夫ですね。ボール多め、3点目はクラブ多めでいこうと思いますので、これちょっとこれ、なかなか、いくぜ。じゃあ、クラブテクニック、まずは、1本、2本、3本、4本、5本、おんただけよ、おーってみんな、2本置いとくよ。ね、行ったでしょ、風に弱いし、まず3本、まず3本。で、そろそろセーブ終わるから、すげえ人流れてくると思うから、ちょっとそしたらまた詰め合ってすみませんか、ご覧ください。じゃあ、行きますよ。いきます。あ、別に拍手を求めてるわけではないですね。ちょっと今日、なんだろうこの素敵な雰囲気。よくこれ投げてるとどこ見てるのって聞かれるの。今驚いたら見てるんだけど、めっちゃ目が合ってたじゃん。ね。もう D さん見てるんですけど、あ、 D って出してる、 D さんそれで大丈夫、見えるよ。あ、ちなみに見えるんだけど、もっと言うと俺これ目つぶってでもできるよ。やらないけど、あ、見ます見ます、目、まあ、本当目つぶってるのかってみんなから把握できるもの。じゃあやってみましょうか。たまにさ、目隠しとかあるけど、あれ見えてるからね。じゃあ、いくよ。へ、じゃあ俺の目よく見ててね、みんなもよく見ててね。いや、まだ何もやってないよ、今。じゃあ、皆さん、俺の目に勝つ。今、大きく開いて、一気に閉じるからね。伝わるのかな、これ。ブラインドジャグリングって言います。これがリアルってもんですよ。もう一回いきます。落とす前に拍手してね、風、ちょっとの風でこれ落ちるからね。Thank you.
ら誰もいないとか。いきますよ。ちょっとごめんなさい、角の関係でこの角度でやらせてください。めちゃくちゃ難しいからチャンスは3回で。